皆さんこんにちは、今回はゆうさんにストーリーについてお話を伺ってみたいと思います。ゲームで使われるストーリーについて他のエンターテインメントと違うところってありますか？なんかよく似てるものとしてちょっと映画みたいなのがあるんだけど、一番大きなところはプレイヤーによるゲーム時間がそれぞれ違う。映画だったら例えば2時間なら2時間、映画をこう仕掛けてきっちり時間通りそのこれぐらいのインパクトのあるものをここで覚えておいて、ここでこういう展開になってここで結末が来るですね。いわゆる設計通りに行くんですよ。とゲームの場合、例えば2時間で進んでたら、まあ、同じようにこう過去のことを全て覚えておけるということがあるんだけど、ゲームで極論言うと 100時間遊ぶと最初に何か仕掛けておいたものを忘れちゃうっていうことがあるんで、その覚えさせておくっていうことをちょっと考えとかないと、普通にストーリー考えても難しくなってくる。今はワンテーマっていうか、恋愛なら恋愛だけだとやっぱり持たなくて、例えばカーレースの映画だとした場合はそこに恋愛が一つ入ってたり、でテーマがこうロマンスとカーレースとかっていう形で最低2つぐらいテーマを持ってやらないとオーディエンスの人が飽きちゃう。でシェムの場合、例えば30時間遊ぼうとした時にシェムもまたワンテーマでは絶対持たないので、30時間遊ばせようと思うと複数テーマが必要になってくるんですよ。そうするとシェムの場合は憲法の冒険の物語とか、それとそのドキラボな男がシェファみたいな出会って、なんかロマンスじゃないけど少し男女の距離感みたいなものも表現していきたいと。で難しいのは焦点結っていうのを1個じゃ足りないので2テーマ3テーマ入れた時にどこの木なのかどこの点なのかどこの結なのかっていうのがごちゃごちゃになって分かんなくなってくると。だから自分の中では焦点結をその状態でいっぱい混ぜるっていうのが難しいなと思っていて、焦点をやめて気結の強烈なインパクトがあるものをミックスして配置するっていうのがその RPG タイプの長く遊ぶゲームにおいては重要な構成じゃないかなと。ストーリーに関連するアイデアの引き出しというのはどういうところから来たんですか？そうですね、やっぱりゲームっていうエンターテインメントの中でやってるので、音と映像とストーリーとかインタラクティビティっていうことになるので、やっぱりそのゲームに近い演出ができるので、やっぱり映画っていうのが一番参考になります。例えば DVD とかブルーレイとかだと何分何十秒何何からこういう演出があって、ここはバトルの参考になるとか、要は感動を呼ぶためには自分の中で思ってるのはどういう何が感動かっていうと、一つ前の状態からの起伏が感動だと思ってるので、真っ暗なシーンからその真っ昼間のシーンにとか、静寂から爆音が鳴ったり、一つ前の状態からの落差をどうやってつけていくかっていうのが動かし方、インパクトの与え方っていうふうにちょっと思ってるので、すごくそういう
ノウハウが積み重なっていって効果的にいろいろなことをやってるんで、とても参考になります。最後ラストの一問をするのでラストの一問、はい、なんでしまうの最後にさっき終わったですね、うん、F2 のラストで登場しました七星剣、それは今作も登場しますでしょうかちゃんと答えがあるね。そうですね。ちょっと落ち着いてからね。はい。消していく。はい。登場しますけどね。そうですね。それでは、次回のバッカー報告でお会いしましょう。バイバイ。